それでは、ND フィルターの、X 線上のチェックをします。今2種のフィルターをつけて今1の状態になっています。では ND を濃くしていきます。はい、今 ND2 ですね。 ND3 ND4 ND5 段階、かなりムラが出ております。まあ、広角だからかもしれませんので、焦点距離を変更していきたいと思います。はい、今度は広角 24mm 相当に変えました。ではこちらでやっていきましょう。今1です。次2になります。はい、2です。まだ見えませんね。3 4 5、確かに、24mm 相当でしたらそんなに先ほどと比べてムラ感はないように思われます。ではもう少し変えていきましょう。はい、で焦点距離、30mm ですね。でこちらでやっていきます。今1ですね。はい、2 3 4 5、画面を見ている限りは、ムラは一切ないように思われます。やはり広角の時は、可変 ND フィルターは、どれを使っても、注意をしなければいけないということが分かりました。